ス赤星ライス。どうも、もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中で瀬尾です。よしよしよし、はい、はい、この度はなんと千葉から市原本店の方です。本店の方ね、行ってきました。こちらでございます。はい、小湊鉄道上総村上駅というところが最寄り駅になりまして、はい、歩いちゃうと時間かかるんで車で行ってください。なるほど。ちなみにですが、こちら市原本店の最寄り駅となる上総村上駅、こちらです。あー、こういう感じなんですよ。なるほどね。無人、いや無人ではない、年季これね、無人の日もあると思われます。はい。で、ちなみに道玄坂店のね、最寄り駅となる渋谷駅ね、こちらですね。いや、そっちか。もやいの方がここなんだ。村上駅の方がしっかりしてますよね。八甲の方じゃなくて、もやいの方がビッグってあんまいないっすよ。栄えてるかなかったじゃん、これ。なかったですね。村上駅がしっかりしてるということで。この日の並び20人ほどだったんですけども、多いな。閉店1時間前に並んで、もう麺がなくなっちゃいましたということで。あら。行くときは早めに行ってください、うん、ということですね。食券でね、先に買いまして、うん、後ほど、現金でトッピングする分については食券と一緒にこう、はいはい、効果を出していくと。なるほど。そして着きました。こちらでございますけども、うん、今回はラーメンを麺大盛りにしまして、まあ全コールに、ラー油もプラスしてるよというところで、このラー油はね、お決まりですけども、全部というコールだと入らない場合もあるんで、うん、ちゃんとラー油だけはコールしてみましょうというのがちょっと注意点で、ございますけども、あとスープからいっちゃいますよね、うん、やっぱね、道玄坂でもね、粘度がすごいんじゃないかと、すごいね、乳化系ですけど、いや、そう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 、千葉からといえば乳化したトロットロの、そう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 、で、この豚もですね、うん、これ本店だからなのかな、もうほろほろなんですよ。もうだからもう豚、追加豚はもうなくてですね、あったらぜひもう購入をおすすめします。肉盛りということで、あつ盛りみたいな、肉の、そう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 、あつ盛りみたいな。アナウンサーちょっとおやめになっちゃいましたけど、あ、そうなんだ。もうそのね、脂身の部分はもう柔らかすぎて、もう桃みたいな食感ですね。サクッと入ってくる、サクッと入ってくるんですね。そしてネギ野菜ですね、ネギ野菜、まあネギも野菜だけども、まあね、まあジローの場合はまあね、そうそうそう、野菜で区別して、薬味的な風味があるんでね、好きな人はどんどん入れちゃってくださいっていうことですね。あー、そして麺、麺よっ、よっこいしょー、やっぱりこの弾力のすごい平打ち麺ということでございますね。市原本店はこれ自分で打った麺を使用してるんで、あ、なるほど、そこが道玄坂の違いかな。まずこのニンニクもね、寄せ集めていきますけども、うん、やっぱこのね、千葉という大地の力なんでしょうか、うん、風味がですね、すごいんですよ、もう。千葉さんなの？あ、千葉さんかどうかはちょっと、マジで関係ないから、ね、いや、ちょっと適当言ったな、もしかしたら埼玉かもしれないしけども、道玄坂よりもですね、すんごい辛いんで、一口入れて止まっちゃいましたけども、私。そこもちょっといいところ。あーっとっとっと、私、これ自分を見せるためではございません。なんと、家族連れのお客様のために座敷があるんで、こっちの方に。お子様連れの方も安心して。いや、見えなかったけどね。結果ね、あなたは見えますけどね。いやいや、店内をやっぱり、うろちょろ映すのはちょっとね。じゃあ、意味だった。じゃあ、あなた映したシーンだったね。あ、そうか。今回はほうれん草も入れてますんで、このシャキシャキのほうれん草、シャキレンもね、結構美味しいということで。詰め替えでブロック6畳もあるよということで振っていきますけども、あ、これこの様子何かに似てませんか、この麺がちょっとこんもりしてる上に黒胡椒を乗せていく、そう、ちょっとね、カルボナーラのような食感の、そのトロトロの、ね、まるでチーズが入ってるかのような、入ってはないけど、入ってはないけども、でほうれん草とのね、食感と黒胡椒のこの相性もね、まあマッチングですわ、うん、本当に黒胡椒と千葉からのマッチングアプリあったらすぐマッチングしますね。これはマイッチングですね。いやそうこうしてるし、ああなんと会員です。いやー、さすがにやっぱ千葉の人も感じちゃいますよね。この通り、マシマシレベルにつきましても、おっとっとっと、高い、素晴らしい点数を算出しましたということでございますね。
ということで行ってまいりましたけれども、うん、並んでる方の特徴として、うん、ほぼ全員がですね団体なんですよ。やっぱりあやっぱそうか、そう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 、地元のご家族連れとかが、そう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 、なのでまあ、 あの店員さんも慣れてらっしゃると思うんで、その、はい、お席とかも、うん、あんまりバラバラにはならずに座れる可能性はあるというか、はいはい、なるほど、めちゃめちゃそこもいいところですね、うん、はい、ただ一点ねちょっと気をつけたいところは、はい、駐車場の位置がねちょっと微妙にどれに止めていいのかが怪しいんですけど、うん、ミニストップには絶対止めるなというのをね、あこれは言いたい、そうこれ言いたい、まあ、ミニストップはもう確率に違うですよね。あもう確率に違うんだけど店内に黄色いからね、あいやいやそこで間違えるやつ部分的だけどね、だいぶ黄色いから黄色いから黄色いから、ね、止めないけども看板に出るし、お店の中でも注意してるんでそれだけ皆さん気をつけてくださいね、はい、ということで千葉から本店また行きたい、つけ麺を食べに行きたいということで皆さんごちそうさんでした。おっしゃ